こんにちは、サラです。各 SNS とオリジナルコスメブランド、ミラチェムもぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はキャンメイクの新作コスメをレビューしていきたいと思います。では早速こちらから、ザ・キャンメイクっていう感じで、見た目めっちゃ可愛い。1月下旬限定発売の税込み660円限定です。開けるとですね、なんか形が長いハート型。で、こちらにデュアルブラシがついてます。ちょっと斜めカットのブラシはすごくね短め。これが01番で、これが02番です。腕に塗るとこんな感じで、キャンメイクで定番のパウダーアイブロウがあるんですけど、それよりもはるかに発色がいいと私は感じました。限定なのがもったいないし、というかもしかしたらこっちが定番になりそうな気がする。はい、そしたらまず01番で、これ真ん中単色使いでもいいんですけど、この上のカラーと下のカラーを自分好みに混ぜて使えます。今日はどうしよう、これとこれちょい混ぜで塗っていきます。で、このブラシが幅がちょうどよくてめちゃくちゃ塗りやすい。はみ出さず、でも細すぎず綺麗に塗れます。で、反対側の斜めカットブラシはまあちょっと短く感じるんですけど、全然問題なく綺麗に塗れます。で、こちらの上のカラーはノーズシャドウとしても使えます。で、反対側02番、これね本当に発色がいい。はい、こんな感じです。01の方が可愛らしい印象で、02の方が大人っぽい印象になりました。まあ、パッと見ちょっと難しそうって感じるかもしれないんですけど、この上下のカラーでお好みで色を調節できるので、すごく普段使いにも使いやすい。はい、ちょっと普通のブラウンで眉マスカラしておきます。眉マスカラをするとこんな感じです。シルキースフレアイズのマットタイプ、税込み825円 M06 リマグレージュです。抜け感のある上品なピンクグレージュ来ました。これめちゃくちゃ可愛いんですけど、悲しいことに限定だけど定番化希望。はい、これは青みくすみアイシャドウ好きな方大歓喜ですね。結構今までのカラバリって濃いレッド系、濃いオレンジ系、あとコーラル系、あと赤みブラウン系だったんですけど、ついに青み系のカラーが来ました。はい、腕に塗るとこんな感じです。結構発色はね淡めですね。この B のカラーをまぶた半分に塗ったら、こちらの D のカラーを目尻側に塗ります。そしてこの C のカラーで締めます。そしてこちらのカラーを下まぶたに入れます。本当に今っぽい色の濃さ、なんかあれ変わんないと思いきや塗ってない方と比べると全然違うっていう。そしてこちらの A のラメを涙袋にのせます。これはあざと可愛いですね。計算高いアイメイク。はい、両方とも塗ってみるとこんな感じです。で、本当にこのカラーが淡すぎて、これ塗る意味あるかって一瞬思うんですけど、塗ってないようでしっかり自然に陰影を出してくれるので、中顔面短縮効果とデカ目効果がすごい。これは可愛い。はい、次こちら、2月上旬限定発売のクリーミータッチライナー11番クラウディグレー、税込み715円。目元を引き締めながら自然な抜け感を演出するグレー。はい、こちらももう国民的大人気アイライナー。とろけるような滑らかな描き心地で、今回の新作アイシャドウとの相性がめちゃくちゃいい。グレーすぎず茶色すぎず絶妙なブラウンです。はい、そして次こちら、1月下旬限定発売、税込み
748円、オフスルマスカラの限定色03番ダークチェリーと04番キャットアッシュです。こちらはカールキープもできるのにお湯で落とせる、日常使いにぴったりな楽チンマスカラでございます。これがダークチェリーで、こちらがキャットアッシュ。これもなんか今回のアイシャドウと相性いいですよね。かわいい。そしたらこっちに3番塗っていきます。これはねブラシが細くて塗りやすいし、あと繊維が入ってるんですけど、めちゃくちゃまつげが伸びます。下まつげめちゃくちゃ伸びた。伸びすぎじゃないってぐらい。で反対側キャットアッシュ。はい、こんな感じです。まあどっちもカラーマスカラなんですけど、そんなにめちゃくちゃ赤ってわけでもないし、白っぽいグレーってわけでもないので、両方ともこれも日常使いできます。なんか黒とかブラウンに飽きた人にいいかも。はい、でこちら1月下旬限定発売のプランプリップケアスクラブプラス、税込み594円。これが S01 ウォーターブルー、 S02 レモンフィズ、 S03 ミントグリーンです。はい、こちらの新作はですね、この定番のプランプリップケアスクラブに今話題の美容成分を2種ずつプラスした処方のタイプです。基本的な使い心地はこの定番タイプと全く一緒です。はい、ちなみに定番タイプとパッケージを比較するとこんな感じ。限定の方が白いパッケージで、このスクラブの文字のところにハートとプラスマークがついてます。パッケージは私こっちの方が好きかも。かわいい。無香料でシュガースクラブが入ってて、唇に塗るとスーッとするプランパー効果も一緒です。バームにそれぞれね色がついてるんですけど、塗るともうほぼ色つかないです。本当にこれ見た目だけ。01番がヒアルロン酸とセラミド配合、02番がビタミン C 誘導体とパルチミン酸レチノール配合で、3番がドクダミエキスとツボクサハ茎エキス配合。まあ成分がねプラスされてるんだったら、まあ、定番のよりこっちの方がどうせ買うならいいですよねって感じ。02番塗っていきます。シュガースクラブが入ってて、ちょっとザラザラして唇に潤いを与えながら角質をケアできます。で私は乾燥しきってると全然この角質が取れないので、お風呂上がりとか唇がふやけてる状態の時にこういうシュガースクラブを使うのが好きです。はい、定番と同じく色もつかないですし、無香料。本当に違いは話題の成分が2種類入っているっていう点だけです。で金額も定番のものと据え置きなので、ぜひ愛用してる方とか、まあ、ちょうどなくなったよって人、まあ、初めて使うよって人もぜひチェックしてみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひ気になるものがあったら、お早めにチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。